なみで笑い。Duh, kabel putus. Di warai ini. Wah, kacau. Tsunami kemarin. Mesin tanah pemuka. Tanah pun hancur.
ください。新潟県新田市田中裕子さんから、宮城県仙台市青葉区八幡市小野寺久江さんへ、ありました。震源は新潟県の中越地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.0 と推定されています。続いています。復旧作業が今も行われています。一時はですね、長い時で300メートルほどの人の列ができていました。今もこの列が長く続いているのは見えるんですけれども、住民の皆さんにはですね、はい、この水は行き渡っているんでしょうか。ですね、ここのこちらの貯水量も十分ではないということなので、全員には行き渡らないのではないかと市の職員の方は言っていました。ただ他の、浄水場といいますか、他の配給排水をするところ、給水をしてくれるところがあるということなので、そちらの案内をしているという状況です。給水のポイントなんですけれども、ここの場所以外にも何箇所があるんですね。はい、はい、そうです、ですね、こちらの他に、9箇所で、非常用の地下貯水槽が設置されている場所があります。でその他に簡易型の貯水槽が、市内20箇所に設置されています。はい、そして現在ここは給水の場所ですけれども、住民の方の避難ですとか、はい、あるいはその食料などの物資は行き届いているんでしょうか。そちら今確認このため消火用に溜めていた水などおよそ2万1000リットルを仮設のポンプを使用して原子炉の中に流し込み、炉内の温度を下げるための作業を行っているということです。経済産業省の原子力安全保安員などは、燃料棒が壊れた時に発生する放射性物質を監視していて、正午現在燃料棒は壊れていないとみて、今後も監視を続けたいと話しています。ではこの原発の状況について水野解説委員とお伝えします。水野さん、はい、福島原発の1号機ですが、燃料集合体が水面の上に露出している、核燃料棒の中に閉じ込められている大量の放射能というのはまだ漏れていないと見られているんですよ、はい、ところが燃料棒が壊れないようにする、溶けないようにしなきゃいけないんですね。でそのためにはもう燃料棒を冷やし続ける必要が、まあ、水がちゃんと注水されなきゃいけないんですが、はい、津波と同時にですね、その水を流入するポンプは海水でやられてしまって、はい、自動的に、ポンプで水を注ぐ、ある程度冷やされているのではないかと、うん、それで、原子力安全保安員の解析によるとですね、運転していた時の熱量に比べて、はい、現在は100とすると 3% ぐらいまで下がっているのではないかと。そうですか、はい、ということであれば、はい、まあ、90センチぐらいですね、はい、燃料棒が露出したからといって、燃料棒全体ではですね、4、5メートルあるんですけども、